環境に優しい電動バイクで世界を回るというチャレンジ精神、フェイストゥーフェイスのコミュニケーション、地球環境のシンボルともいえる巨木の姿を広く紹介することで環境問題を訴求するというコンセプトで企画された藤原寛一博子夫妻の世界一周旅行。この旅で初めての事故、そして骨折をしてしまった博子さん、その後具合はどうなっているのでしょうか。はい、骨折して何日間ですかね、もう40日近いですね。はい、一応ですね、今日見てください、包帯になりました。はい、一応もうギブスは OK、 骨も一応ほぼくっついているということで、じゃあ足をついて歩いてもいいよと言われましたが、なんか心配したくて、なんかちゃんと骨と骨の間にね、白いのがここに白いのがこうできてきて、これは多分新しい骨ができてきて、こっちほら隙間があるけど、ここ骨ができてきてんだよね。はい、そういうドクターの判断で一応まあ大丈夫だろうと、まだちょっとね普通に歩くのはもう痛みもほとんどないということなんで、痛みないです、ね、痛みがあったら手術と言われました意思症ないというんじゃないでしょうか、あの顔は。はい、とりあえず、ギブスから包帯になりました。はい、そしてパッソルは残りの旅が無事に進むように整備を受けているようです。今パッソルの方の整備を、クアラルンプールの山の方でやってもらっています。マレーシアの理解の方なんですけれども、日本語が、結構わかるんで助かってます。ただ初めて触るということで嬉しいようなドキドキしてるような感じです、見てる方も多分、グッドメガニックなんで大丈夫だと思います。ところで療養中のクアラルンプールのバイク事情はどうなっているのでしょうか。はい、クアラルンプール滞在もうそろそろ10日になります。結構でバイクがたくさん走ってるんで、ちょっとどんなバイクがいるのか、ちょっと見てみようかなと思います。いっぱい走ってますね。だいたい 100cc から、150cc ぐらいということですね。はい、日本のバイクがほとんどです。ホンダ、ヤマハ、ヤマホンダ、スズキ、中国製も時々ありますね。はい、結構やっぱりスクーターのようなタイプのバイクが多いです。バイク用の駐車場、バイク用の駐車場があってずらっと並んでます。おや、寛一さん、街中で何かを見つけたようですよ。すごい巨木を見つけました。ビルとビルの間に立っています。こっちの方には多分木を祀っているんだと思うんですけども、寺のようなものがありますね。ビルの高さ8階、9階ぐらいまでありますね。30メートルぐらいあるんじゃないでしょうか。そんなこんなで
クアラルンプールでの療養生活も1ヶ月が経ちました。足はまだこう包帯なので、靴が入らなくって、片足サンダル片足靴状態ですが、もう普通に歩けるので松葉杖いらないということでここに置いていきます。ダッカで買って、ですね、ダッカで買ってクアラルンプールまで一緒に来た松葉杖。40日間。どうですか、寂しいですか？ちょっとね、使い方が上手になっていたところだったのでちょっと寂しいですが、これはないに越したことがないので、はい、この状態で出発です。行きますか？はい、行きます。さあ、いよいよ電動バイクで世界一周の旅再開です。そして2人はクアラカンサーという町へやってきました。クアラカンサーという町の、川沿いにあるちょっとした公園なんですけれども、ここにはたくさんの巨木があります。ざっと見渡しただけでも 4,5 本、ありますね。おそらく枝は50メートル以上あるんじゃないでしょうか。すごい巨大です。巨木を後にし、二人は高速道路で移動することにしたようです。なんとマレーシアはバイク用専用の、料金所があります。といってもバイクは無料です。またマレーシアの高速には、バイク用の雨宿りスペースもあります。橋の下が、雨宿りできるようなちょっとしたスペースになっています。やっぱり雨が多い、国だからだと思います。はい、はい、ここはマレーシア。ここはマレーシア。ペナン島です。ここを出た後は、タイの方に向かって、はい、どんどん北上していきます。この後3日後ぐらいですね。もうタイ入りです。はい。はい、とにかくマレーシア食事が美味しいんで、ね、はい、タイになるとちょっと辛くなるようなんですけども、その辺も楽しみながら、北上していきたいと思います。